カップに参戦しております、ね、の1敗でボロボロに負けました。1勝1分け1敗の3位で2人とも地獄組 でこの後地獄たちで決勝ラウンドかやるみたいなんで、まだチャンスはあるので頑張りましょう。一勝します。一勝一勝しよう。一勝一勝しよう。お待たせしました。地獄組たちによるアングラーたちによる1回戦の始まりです。さあコスタさん、1回戦始まりました。どうでしょうか。これも保留ラウンド。さっきの攻略情報を元にして果たして取れるのかどうか。どうだ、いけるのか。ここでヒットしました。いいですね、ナイスですね、素晴らしい。落ち着いてください、竿が暴れてます。ゲット、ナイスですね。ここで1対0。どう、あ、切れてしまいました。まさかのラインブレイク。放流がこんなに取れると思わなくてプラグをつけてしまっていました。ここでマスケンさん大好きなブレイブの登場です。このブレイブで勝てるのかどうか。どうでしょう、このルスプーンは素晴らしいのでいけると思う。どうでしょう、先ほどの情報をもとに放流で取ってください。まだ1対0で勝ってます。お相手もかなり強いお方。どうでしょう、引っかからなかった。どうでしょう、手前まで来ます。マスたちはやる気ある。ここでかかった、ゲット、ナイスですね。いいですね、ヒット2対0。あと1本でコールド試合になります。どうでしょう、この竿は固めですがいかがでしょうか。さあ、あと1本ですが落ち着いてやれば勝てます。どうでしょう、素晴らしい試合展開。さあ巻いて放流を取る、ヒットしました。ここで3対0にできるか。ゆっくり落ち着いてください。そうそうです、ゆっくりランディング、ゲット。3対0の奇跡が起きました。ナイスですね、とてもナイスです。いい試合。さあこのまま TK さんの方に移りましょう。試合は3対4と劣勢になっております。あと1本取られたら負けになってしまいます。おっと、ここで TK さんヒットです。どうか、ゆっくり、そうゆっくりでいい。ゲット、ゲット、ゲット、4対4同点になりました。まさかここで同点。さあ場所交代で流れを変えられるか。いいですよ、そう。おっと、隣の方がかけてしまっている。このまま負けるかどうか。負けてしまいました。5対4。いやー惜しかった。最後迷走しましたね。わかるよね。そうだ、ハードルが高いのハードル上げるし、ブリッジの05かピッツ04投げてれば、もうあれだよ、もし山田は本当ですか。いいんですか、マスケン4人いるんだから4人分や。いや、ちょっと頑張ります。俺が強制的にやるからこれ負けられない。山田は破壊締めしてるから俺がご褒美がすごいいっぱいある感じが。山田くん、センスを問われるよ。あんだけ円満ちゃんがつけたのに。ヒット。ちょっと緊張で震えちゃうんですよ。やべ、ああやって取るんだ。そういう竿じゃねえから、あれ。レイクカップっていうのはガヤにどれだけメンタルを削らずにいくかっていう。鍛えられるんですね。ちょっと山ちゃん、ナブレラスズレナみたいじゃないよ、それじゃ。
マスケン何でベリーズです。さすが今完全に乗ってたよ、魚が。もう追わなかったら色変えて、色変えて、どんどん変えて。こんなにピーってどんどん入る。もう全員に、全員に。やばい、もうダメだよ。もう落ちた瞬間に入ってたもん、あの魚。また我慢したの？我慢我慢。とんでもない勢いで入院したもん、今もう。ラブラよ。さあさあさあ、竿先は暴れないで。いいよ、今回いいよ。はい、うまい。いいね。完璧だよ、今は。攻めた、全然違うよ。おーい。いや、待ってますな、早速。山だ。そして山崎ね。今何体な今3人2人3人2人あの、ちょっと待って2人よく2人俺、噛んであったんですかこれああ、さすがに出ちゃうな。ああ、終了です。全カットで。いや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 、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや、お疲れ様です。負けてしまいました。5-2。ナブラヤさんのテスターマイスター一番近かったいや、山田さん山田さんに負けてしまいましたんで、にゃーとか言ってんの。次回のレイクアップに向けて挑戦していきたいと思います。はい、行けー。